フランク・ノックス・ウィリアム・フランクリン・ノックスはアメリカ合衆国の政治家、実業家。1936年に共和党の副大統領候補として大統領選挙に出馬し、1940年から1944年までフランクリン・ルーズベルト大統領の下で第46代アメリカ合衆国海軍長官を務めた。1874年1月1日、ノックスは マサチューセッツ州ボストンにおいて、ウィリアム・ノックスとサラ・バーナードの間に生まれた。ノックスは、ミシガン州のアルマ大学で学び、ゼータ・シグマ・フラタニティを設立した。ノックスは1899年に、ミシガン州グランド・ラピッツで、アニー・レードと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。1898年に、米西戦争が勃発すると、ノックスは、 セオドアルーズベルト率いる第一義勇騎兵連隊ラフライダーズに参加し、キューバでの戦闘に参加した。米西戦争終戦後、ノックスはミシガン州グランドラピッツに移り、新聞記者となった。そしてその後、ノックスは複数の新聞社を所有するまでに成長した。ノックスは1912年の大統領選挙において、 シンポから立候補したセオドア・ルーズベルトを支持した。ノックスはこの大統領選挙においてルーズベルトの唯一の支持者であった。第一次世界大戦が勃発するとノックスは合衆国の軍備増強と対戦への参戦を主張した。合衆国が対戦に参戦するとノックスはフランスにおいて砲兵隊の将校を務めた。1930年ノックスは イリノイ州シカゴにおいてシカゴデイリーニュースの発行者及び所有者の一人となった。活動的な共和党員であったノックスは1936年の大統領選挙において共和党副大統領候補として指名を受けた。ノックスは大統領候補アルフレッド・ランドンと共に財政赤字の増加と政府の効率の悪さを批判し、 現職の大統領フランクリン・ルーズベルトに対抗した。しかしながら、その結果は、わずかに、メイン州とバーモント州の2州で勝利しただけで、ルーズベルトの地滑り的勝利に終わった。だが、その一方でノックスは、ルーズベルト大統領のニューディール政策の多く、とりわけ社会保障政策を支持していた。また、国際主義者として、イギリスへの経済支援にも賛成していた。 選挙後、ノックスは民主党との垣根を越えて外交・国防政策の改善を求める超党派の提言を作成した。第二次世界大戦開戦後の1940年7月、ルーズベルト大統領はノックスを第46代アメリカ合衆国海軍長官に任命した。ノックスは海軍長官として合衆国海軍を拡張し、 大西洋と太平洋で同時に戦闘を展開できるだけの戦力確保を推し進めた。だが、海軍の統制権については、海軍作戦部長、アーネスト・キングがその大部分を掌握しており、キングは海軍の作戦の全容をノックスに知らせずにいた。ノックスは、軍備の調達を管理することで、キングの行動を制限することができたが、民間に関わる。 海軍事務については海軍次官ジェームズ・フォレスタルに一任した。1942年6月にドイツの親衛隊大将ラインハルト・ハイドリヒが暗殺された際、ノックスはチェコの小村リリツェで発生したドイツ国防軍による民間人虐殺について公式発言として次のように述べた。ノックスは自由な時間を多く確保することができたので、 海軍長官の事務作業の傍らで、シカゴデイリーニュース社の経営業務を行った。だが1944年4月28日、ノックスはワシントン DC において、心臓発作によって急死した。ノックスの遺体は、アーリントン国立墓地に埋葬された。ノックスの死後、その功績を称えて、ギアリング級駆逐艦の13番艦、フランク・ノックスにその名が付けられた。 ノックスの妻アニリは、フランク・ノックス記念奨学金を創設した。この奨学金により、イギリス連邦に加盟する諸国の学生は、大学院研究のために、ハーバード大学で学ぶことができる。http://www.frl.net/.item.jsp id イコール7435936 ありがとうございます。